はい、それでは今日フォートナイトやっていきます。じゃあそれです。ということで本日の企画はフォートナイトの純粋だけで最近の流行りの曲弾いてみたい、よいしょ。もちろんクリサポはキャナスユー。てなわけでね、今回はですねフォートナイトの純粋だけで最近の曲を弾いていきます。今回はね、僕がね、フォートナイトの音声を使ってね、いろんな曲を弾いていきますのでね、それを視聴者に当ててもらうというね、企画となっております。ぜひ、最後まで見ていってください。ってなわけで早速、ピッチコン。はい、ということで皆さん、今回ね、どんな感じでやるかっていうのがね、全然想像つかないと思うんで、ちょっとね、実際に海外で見つけた動画をね、見てください。ちなみに視聴回数これ、94回です。これ94回とはね、思えんほどめっちゃすごいから。いきます。これね。これ今回エモートなんやけど、これ聞いとって、聞いとって。はい。これ見て、こんな感じで純正でから。おー、やばいやばいやばこんな感じです。こんな感じのを作っていこうかなと思ってます。てなわけで早速中世の録音に入りたいと思います。元大統領です。はい、ということで皆さん、フォートナイトの画面来ました。ここから今から銃声を取っていくんですけど、何の武器を使うかっていう話なよね。とりあえず一通りの武器を録音していくか。すごっ、こんなんあるの今。これがプライムショットガンと。チャージサブマシンガンはいらんやろな。これなんか面白そう。バーストパルスライフル2発撃つんだ。これこんな感じで取っていきますよ、どんどん銃声を。よし、次は見てください、ブームスナイパーライフル。シャドウトラッカー、ポップアップロックデュアリー、ナイトホーク、マークスマンシューター。エキゾチックの武器ですね。これも録音していきましょう。こんな音なんや。おー、オッケーオッケー、こんな感じね。はい、次はミシック武器の類ですね。これ取っていきまーす。マサルトライフル、これがいっちゃん基本よな。あー、落ち着くわこの音。はいはいはい、よぼー、トノよし。てなわけでね、録音作業は終了したんで、実際にこの音を使ってね、弾いていきたいと思います。無理でーし。はい、ということでね、早速編集作業に入っていくんですけど、今回はですね、こちらのデモクリエイターという編集ソフトを使って編集していくんですけど、あんまこういう裏側の動画見せたことないんで、ぜひ皆さん、最後まで見てってください。てなわけなんで、まあとりあえずね、今回、作った録画ファイルがね、2つあるんで、これを入れていきます。純正1、まずこれがオープニングで、この2つやね、今日撮ったやつは。これを入れると、入った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 、よし、こんな感じで入れれましたら、いろいろ編集していくんですけど、このね、編集ソフトめちゃんこすごいです。今までこんな機能ね、ないっていうのがね、2つほどありましてね、2つ、いや3つぐらいある。まず1個はですね、編集ソフトに画面録画機能があります。これすごくない？ゲームモードとか言ってゲームを選択したら、これ今フォートナイト起動しないけど、フォートナイトとかもつけれると。まあ他にもね、普通に今ゲームモードだったんですけど、 PC 画面全体だったり、ウェブカメラとかも一緒にね、録画することができます。あともう一個驚いたのがね、これかな。とりあえずまあ入れます。こんな感じで、なんかね、バーチャルキャラクター機能っていうのがあって、自分なりのバーチャルキャラクターが作れるんですよ。これめっちゃ見やすいね。ここエフェクトだったり、トランジションだったり、テキストだったり、使い勝手はめちゃんこいいね。これオープニングもパッて入れるんだ、こんな感じで。なんかすごいよこれ、キルシューとかもこれで作れちゃうんじゃない？これこんな感じで入れたらさ、どうなるん。おお、すごい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 、エフェクトしっかりかかってる。簡単やね、ドラッグ&ドロップでできる。あったあった、これだ、バーチャルヒューマン録画っていうのがあって、これやね、これ編集ソフトにこんなんついてるんよ。バーチャルヒューマンを選択。あった、あ、出てきた出てきた、すごい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 、なんか出てる出てる。ちょ、フォートナイトつけようか。見てください、こちら。こんな感じでバーチャル機能もあります。これ映ってる、動いてる、ちゃんと。俺手あげて、手あげろ、頑張って手あげて。スマホのカメラで今パソコンにつなげてるから画角が難しい。片手で持ってやってるから。ほら、手あげた、こんにちは。あ、すごいすごいすごい、手振ってるちゃんと。でもなんか半目なんだ、半目なのは何？これちゃんと目開けてるけど何これ？おら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 みたいな感じで、すごないこれ。簡単に VTuber にもなれますよっていう話です。はい、この上の方を見てもらったらね、こうアバターもいろいろあって、こんな感じでいろいろ変えれます。
こういうとこ VTuber っぽいね。あと背景もここでなんかほらグリーンバックにできたり、いろいろありますね。これっぽくないっぽくない。であとはこれ自由にペッペッペッペ動かせれますと。はい、皆さん編集画面に戻ってきたんですけど、他にもねこういうのね変更機能っていうのがあって、ワンクリックで簡単に変えれるそうなんですけども、どこだ、これだこれだ、このビデオとかオーディオとかあるところのオーディオに行ってもらって、このね下にスクロールしてもらうとボイスチェンジャー機能がねもう最初からあるんですよ。これ見て、今なしになってるんですけど、男性女性子供トランスフォーマーロボットとかあるから、ちょっと子供でやってみるか。はい、それでは情報つないでいきます。こんな感じになるの。これ女性にしたら本当に女の子になっちゃうかな。はい、それでは情報をつないでいきます。キャスです。皆さんに一つ。あー、ちょっと男っぽいけど、まあ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 。男性の男性でいくと、皆さんに一つお願いがありますね。うん、キモい。気持ち悪かった。ロボットとかいいんじゃない。それでは情報をつないでいきます。はいはい、こんな感じでね、ワンクリックで簡単にボイスチェンジャー機能もね、使えますよというソフトとなっております。他にもいっぱいあるよ。この動画では説明しきれないけど。一番早いのはね、無料でダウンロードできるんで、一回ね無料体験皆さんやってみてください。まあ、てなわけなんで、早速ちょっと編集してきます。はい、元大統領です。はい、ということで皆さん完成しました。こちらデモクリエイターを使って動画を作成したんですけど、2本ほどありますんで、皆さんぜひねこの曲は何なのか当ててみてください。ちなみにめちゃんこ難しいです。さあやっていきましょう。それではいきます。第1問目、ガチでむずいよ。わかりますか皆さん、これなんか1個音なかったぞ。でも今わかる、これ。もう一回いきます。じゃあ答え言います。答えこちらです。わからん、難しすぎる。じゃあ第2問ラストです。これいきます。こちら知ってる人はわかるかもしれん。一番有名なフレーズのところやね。もう一回いきます。はい、分かった人いますか。分かったらコメント欄マジ書いてほしいけど、分かった人は。正解じゃあ見ていきましょう。これです。はい、落とせサンダーでした。もう一回聞くか。はい、ということでどうだったでしょうか。今回はね、フォートナイトの銃声だけで最近流行りの曲を弾いてみたって企画なんですけど、全然うまくいかんかった。なんかあの動画みたいにうまくできんかったわ。ですけどね、今回はねこの曲分かったって人いましたら、ぜひコメント欄にコメントよろしくお願いします。そして今日紹介したねこちら、バーチャルキャラクター機能だったり、声の変更機能だったり、他にもね画面録画機能などね、動画編集などできるこのデモクリエイターはね、概要欄の方にダウンロードリンク貼っておりますので、ぜひ気になった方はねチェックしてみてください。てなわけで今日も一日お疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。おつゆ。